あったあったあった。いやいやいらっしゃい。三十番通りレンタルショップの片落ちお姉さんだよ。あ、おっとしてる。あ、よいしょ。ん？さっきは何をやっていたのかって？ああ、ケツワープだよ。そう、あのスーパーマリオ64の有名グリッチ技。いやー、昨日 RTA 動画見ちゃって、なんかできそうだからやってるんだけどさ。そういや、カインくん、マリオといえば、あの映画もう見たかな？ほら、マリオの映画だって。そう、ハリウッドが作った有名俳優が勢揃いの。おや、まだ見てないの？お姉さんは見たよ。そう、あのタイトル。スーパーマリオ魔界帝国の女神。どうした、カインくん？なんだ、そのしかめっ面は。え？あの1993年に公開された悪魔の生贄のデニス・ホッパーや、ロジャー・ラビットに主演したボブ・ホップキンスなど名俳優を引っ提げ、制作費50億円ほどかけた超大作、スーパーマリオ魔界帝国の女神をご存じない？いやー、すごいんだぜ、この映画。当時のアメリカでは大注目されていたんだよ。なんせ、あのマリオの実写映画だぜ。ほらもう90年代のアメガキどもは大盛り上がりしたもんよ。え？またハリウッドが勝手な実写化をしやがったの？だって、残念。こいつは任天堂公認だぜ。そう、公式ってこと。公式の実写だぜ。期待大だよな。面白いに決まってら。え？実際に面白いのかって？よし、とりあえず紹介行ってみよっか。さて、物語は6500万年のニューヨークブルックリンから始まる。いや、嘘じゃないんだ。マジでこの時代から始まるんだよ。恐竜どもの楽園だった当時、突然の巨大隕石が落下。そう、恐竜は絶滅してしまう。グッバイダイナソー。マジで本編こんな感じで始まるぞ。そして時が変わって、現在のニューヨークブルックリン。この街で兄弟二人で小さな配管工業を営んでいる。そう、我らがマリオブラザーズことマリアンド・ルイージーは、いや、わかるよ。自分をルイージーだと思い込んでいるメリケン版宮城亮太と、自分をマリオだと思い込んでる一般武田信玄のただのおっさんどもだと思うだろう。これが本作のマリオ&ルイージーでござい。ちなみに、いつもの赤緑オーバーオールは映画終盤に着るので、ずっと一般武田信玄感が否めない。んで、この一般配管工兄弟は、ある日、デイジーというニューヨークで恐竜の化石発掘調査を行っている女性と知り合う。ああ、この子が本作のヒロインね。しかし、そのデイジーが見るからに怪しい二人組に誘拐されて、さあ大変。彼女を助けるため、誘拐犯が逃げ込んだ発掘現場まで追いかけると、なんと彼女が壁の中に引きずり込まれる様を目撃。追いかけるべくマリオたちもその壁の中に入り込む。64メーターギミックの壁を抜けると、そこは、ボッサムシティとナイトシティが不倫してできたような、くっそ治安の悪そうな90年代世紀末都市だった。さあ、ここでオープニングを思い出そう。と、隕石が落ちたせいで、次元の歪みができて、この地下世界次元に投げ飛ばされた恐竜どもは、人間のように進化を遂げて、恐竜人として大の発端という国を作り上げていたのだ。ゲッタロウみたいでござるな。若松市の命は真っ赤に燃えている。さて、勘のいい子はもうお気づきだね。そう、この大の発端は、悪の独裁者、クッパに支配されていて。ああ、これクッパね。うん。キャピタルウェイストランドのレイダーか、サイバーサイコシスみたいななりをした、デニス・ホッパーがクッパ。カイン君ついてこれるかな？気を一つ上げていくぞ。さて、このクッパ、こんな薄い汚れた地下世界をおさらばして、資源溢れる住みよい地上世界を手に入れて、恐竜人の王国拡大の野望をお持ちで、詰まるところ、よくある世界征服者だね。Of course!で、どうやらこの地下世界と地上世界をつなぐには、この世界を生み出した原因である隕石に、もともとこの王国を統治していた、キノコが人に進化したキノコ族の王家の人間が持っているクリスタルをはめ込むと次元がつながるというからくりがあり、で、そのクリスタルを持っているキノコ族最後の王女、デイジーことプリンセスデイジーを誘拐しようとして、現在に至るそうな。そう、デイジーはこの国の出身のキノコ人ってことだ。マジかよ。しかし、普段のクリスタルはひょんなことからルイージの手に渡っており、それを知ったクッパは大激怒。国中で指名手配される兄弟、しかも道中に太刀の悪いチンピラにクリスタル取られちゃった。果たして二人はデイジーを助け、クッパの野望を止められるのか。それいけ、僕らのマリオブラザーズ。というのが本作のあらすじだよ。あの、さっき面白いのかって聞かれて言いよどんだんだけど、まあ面白いよ。インターネットが言うほどヤバくはないし、クソでもない。よくあるひどい改変もない。オリジナルクッパは甲羅ついているのに、映画本編ではなぜか恐竜扱いだったり、本編に出てくるヨッシーがガチ恐竜だったり、トンチキなところはあるけれど、可愛げのあるガバサだ。ただ、最高に面白いか、と言われたら、うーんって言って、
ちゃう内容でもある。そのなんて言えばいいのかな、まあ昔の作品だからなのか、ジョークのオチが弱いというか空回りしている部分が多々ある。子供騙しみたいって言えばいいのかな。映画ピクセルを見た時に感じたなんか違うなぁ感があったよ。あと舞台もマリオっぽくないし、どちらかといえばトータルリコールというか。でもボロクソに言うほどでもない、金曜ロードショーで流れたら楽しく最後まで見れちゃう作品だ。でも当時は大注目されていたことを考えると、この出来だと叩かれるなぁと思うね。だってあのマリオの劇場版だぜ。しかもゲームソフトそのものを実写化するのはこの映画が初めてなんだよ。ゲームの世界に入るテレビゲームがテーマの映画は存在したけど、ゲーム本編実写化はマリオが初めてなんだ。I love the power glove. そして大人気ゲームキャラだ。そりゃ期待値マックスで見ちゃうもんな。でもさ、頑張った方だと思うぜこれ。ストーリーが全くない、横スクロールのキノコを食べたらでかくなって変な生き物を踏み殺すおっさんのゲームの映画を作れって結構難易度高いぜ。そりゃあ変な設定やら多少の可変はするよな。それ思うと平均的な面白さでお出しできたのはすごいと思うね。まあ現実は制作費50億円に対して興行収入3億円という恵まれた予算からクソみたいな稼ぎ、さらに本作公開数週間後にジュラシックパークという価値恐竜が公開して絶滅させられたんですけども、グッバイダイナソー。まあ、うん。不遇なカルト名作だね、こいつは。でも面白い作品だから、気になった子は Amazon で買うか、お姉さんの店で借りてみてね。それでは今回はここまで。お相手は片落ちお姉さん。次回も素敵な映画を紹介しよう。さて、月ワープの練習再開だ。なんかできそうなんだよな。あ、できそう。なんか、あ、いけるいける。レッツゴー。ああ、グエッ。あ、ここは。ああ、シッ。Here we go again.